キレキレインザハウス。はい。あ、いい、これ俺今日持って帰りますよ。ダメ。インザハウス、インザハウス、インザハウス。吉野 Vlog です。こんばんは。本日はですね、先日のジャルさんのあのクライタックのさ、ね、こちらなんだっけ、これがクライタックバレットレックセブン、はい、クライタックバレットレックセブンですね。こちらの 14PX で中古で購入して、中古で7万円のこのガンっていうものがどんな感じで受けるのかっていうのを本日は動画にさせていただきたいと思うんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ちなみにマスクをしてないのは、マスクをすると曇ってもう何も見えないから今日はちょっとこんな感じでやらさせていただきます。で、ジャネさんのこの何、君エネさんシール貼ったわけです。もらったんですよ。だから貼っとこないとか、ずるいよ。41で買ったシール貼っとかないと。で、このジャネさんのバレット、バレットのクライタックはこのグレーに惚れ込んだんですって。で、彼はね、グレーの色があるとお金がいくらかかっても買ってしまうんで、お店の銃を全てグレーに染めたら全部売れるんじゃないですか。はい、そんな感じでございます。でもこれクライタックのさ、このバレットこれすげえかっこいいじゃないですか、はい、何これ何これ、何これ、怖いでしょ。シーモアの赤いのをこの上に乗せるセンスが俺には理解できない、ね、それのレスポンスを今日は確認したいと思って、じゃあいきますよ。まずは、外装ね。外装はもうこんな感じでめちゃめちゃかっこいいんですよ。形も重さも全てがいいじゃん。でこれをセミオートでちょっと弾ない状態でやらさせていただきますんで、よろしくお願いいたします。じゃあいいね、いいですか。もう3発撃つだけで、あれ興奮する、うん、3発撃つだけで興奮する。あ、いいね、いいね。あ、もう指で、あれなんですよね、トリガーがついてあるから短いからちょっと後ろが少ないんですよ。ここのさ、危ない、トリガーの爪がなんか入っ、あ、トリガーがこれ以上引かれないようになってるんだね。ああ、そうそう、ここに白いの、あ、これいいわ。あ、いい、戻らないと本当にこうやった時にここの筋肉がこう震える、ガーッて、ガーッて、あーってこうなるときに、いやらしい、いやらしい。最近ね、俺こればっかりやってるから最近つるんですよ。で、今ゲームやってんのかな、音静かだよね。ちょっとフルの音も聞かせていきます。フル、あ、いいね、いい、優しい、はい、これ7万円だったら安いでしょ。安いです。だって元の銃が6万ちょいで、そこにタイタン入れて、で、サバコバ、ね、サマコバも、サマコバ、サバコバ、サバコバ、サマコバ、サマリウムコバルトモーター入れて、ショートストロークのトリガーを切り詰めてやったら10万、12万ぐらいいっちゃうじゃないですか。 それが7万円で買えるんだったら、まあ俺の金じゃないし、うん、いいんじゃないですかね。はい、いい。実際にちょっと弾打ってみていいですか。クライタック、はい、じゃあちょっと今日はこのクライタックで、ちなみにこのクライタックのマガジンがサイトがついてるんですね。そうです、はい、じゃあいかせていただきます。ちゃんと合うかどうか。じゃあ暗くて見えないんですよ。取れてる、一発目で強い。じゃあ待て、ま、なかなかいい、ね、ちょっと電車ね、すげえな、すごい、キレッキレインザハウス。はい、あ、いい、これ俺今日持って帰りますよ。ダメ。これはいいわ、この気持ちよさはね。まあ空打ちすると、ネットの監視員のさ、コメント欄に書くと怒られるんだけども、このキレッキレ叩けるさすがにね、気持ちいいです、はい、なのでジャネさん、いい買い物したと思いますよ。じゃあコメント欄にも書いてある、いい、いい買い物したと思います。いいな、そのままもらって帰る、いいですよ、はい、10万円で売ってあげますよ。いらないです、はい、そんな感じでジャネさんのですね、このクライタックのレックス、レックセブン、レックセブン、レックセブンバレット、バレットレックセブン SBR、バレットレックセブン SBR を本日はレビューさせていただいたんで、最後までご視聴の方ありがとうございました。それではですね、このチャンネルがって言おうとしたんですけど、また言いますよ、はい、
収益化につなげたいんで、チャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いいたします。ちなみにハセピーは喫煙所に隠れてるね。はい、 I'll be back。Oh yeah.